の女になられた。してくれますかっていう歌詞だったんだよね。やっと連れ子が私の子供を返して、私の子供を返して、どうちゃん、どうちゃんナイス。子供、子供か。今日ね、あの初めて導入したんですよ、連れ子を。初語で初めてそっち側までこうやって振られるの見たら、ちょっと笑いが笑いがこれちゃんと投げたのをキャッチされてほっとしました。パパ、パパ、あ、そう、パパ、今日のパパだよ。パパ、今日のパパだよ。どんどん気違いじみで来ておりますが。パパ、ご入。ジョーちゃん。これツン太郎、ツン太郎っていうの。ツンちゃんね。ね、ツンちゃん。なんでツン太郎って言うんだっけ。オフェイ、ツン太郎です。くだんねえ。ツンデレかと思ってた。あれかな。その元を言った方がいい。言ってもわかんないかな。何？じゃあ俺ちゃんが自由に喋っていいコーナーだよ。どうぞ。今日はせっかくだから言っとこう。今日見ての通りナースなんですけど、ちょっと黒いですけど、ナースステーション、そちらの方によく物販と呼ばれるやつですが、ナースステーションでいろいろ売っております。初心の患者さんにも優しい設定になっておりますので、いろいろぜひ見ててください。ずっとのポイントカードっていう診察券みたいなカードがあって、それでポイント貯めるとお薬ポイントが貯まっていろいろいただけるので、ぜひぜひもらってくださいね。あとはそうだね、今日家に飛んできた円盤をかっさらって CD にしてみました。曲がいっぱい聴けます。それとかあと患者さんたちとか、今日そうだね、暑いからね、寒いのかな、今日寒いから、今暑くて汗かいた人にこんな素敵なタオル、あ、これがなんと福袋に絶対入ってます。手向き入ってます。そういう福袋もあったり。タオルっていくらで売ってるんだっけ。1200円。そうだよね、安っ。安いで CD も入ってるんでしょ。そう、安っ。で、ね、そうだね。今日帰り汗かいて寒いな、着替え欲しいなっていう人は T シャツ各種取り揃えております。サイズも色もいろいろあるので見てってください。そんな感じかな。で、1月、次のライブが一応ね、あ、一個質問していい？はい、質問で、はいはい、いい、ね、ずんちゃんって返さないかんだな。そうそう、もちろん毎回毎回返すんだよ。それ、私の子供がって夜なさる。そういうことね、了解です。はい、1月22日、名古屋でやります。ロックンロールいいですか？ゲッツじゃない、ツじゃない、ツはここで、ロックンロール、名古屋ちね、ちょっとズンちゃん大事にして。ツーまで来てみたけど、すげえ近かったんで、名古屋も全然近く来れると思うんで来てください。はい、29日にもうツンちゃんはおこ、ツンちゃんおこ、29日にザブングルの、お笑いのね、ザブにでザブングルのお笑い衣装になぜかゲストで呼ばれたんで、トークゲストです。それを風船太郎とね一緒に、はい、見に来てください。はい、質問、質問なし、質問コーナー終わり。ポイントつくの？ポイントわからんな、ポイントつくな、つけるつけるつける。はい、行きますよ。じゃあ行くわ。はい、じゃあみんな気持ちを切り替えて、残り次すごい名曲やるんでね。次の2曲は最後の2曲ですが、はい、みんながよく YouTube とかで見ている、そうね、つの人がきっと YouTube で見まくってくれたと思うやつをやります。シングルから2曲、はい、じゃあいいですか。Thank you.
Bye-bye.